はい、どうも皆さん、トライアングルです。サムネとか、多分タイトル見たらわかると思うんですけど、今回すっごい面白いバグを、リスナーさんが教えてくださったので、今回そちらを紹介したいと思います。1位じゃないのに、青逃げしてるっていう現象なんですよ。まずこちらっていうか、まず見てください。はい、いただいた画像なんですが、はい、生存が12なのに、青逃げになってるんですよ。なぜか、決着してないのに青逃げになってしまう。12位なのに青逃げになってしまうという。このバグ、何なんだろう？ちょっとね、あまりちょっと詳しいことちょっと聞いてないので、あれなんですけど、またもしかしたらちょっと今詳しいこと聞いた状態でもしかしたらテロップに貼ってるかもしれないんですけど、すごいよね。これポイントどんぐらいだったのかちょっと気になるかもしれない。その最終順位みたいな。もしかしたら貼ってあるかもしれないですね。その後今ちょっと、リスナーさんからいただいて、わかんないですけど、の、すっごい面白い、バグを発見したという、ことでございます。ということで、ランダムマッチ行きましょう。なんだろう、そういうバグ、今起こってんのかな？ちょっと見てみたいですよね。僕も、これできないかな？意外と。よろしくお願いします。それでは行きましょう。さて、やっぱりヒカキンさんのスキンが多いね。ってかもう、ゴリラが私は欲しいのでごじゃる。なんとかちょっと、なんとかさ、ちょっとさ、サーバーいじってやめとこう。いや、ちょっとね、日に日にね、やっぱりゴリラが欲しくなってくる。今回ちょっと、マッチョヒロシで行くんですけど、やっぱりね、その、ゴリラスキンって、でもゴリラスキンよりカボチャスキンの方が珍しいのかな、今。どっちなんだろう。なんかその、やっぱりトラララーの、やっぱ公式がつけれない分、スキンをね、やっぱりあまり皆さんが持ってないやつにしたいわけでごじゃるよ。でも、やはりそうはうまくはいかんということで、なかなか、開けられとる。結構ね、そのツイートとかリプとかでも、トランクさん見かけましたとか、やっぱり動画のね、コメント欄でもすごい見かけるんですよ。だからすごい申し訳ないなと、ごめんなさい、僕その時間帯やってないですっていう、そういうね、ごめんなさい、ちょっと、ごめんね、コメント、こんにちは、どうもです。あれ？コメントしてくれた。あれ？誰か返事？こんにちは。とりあえず多分2階に青鬼がいるね。でね、このステージね、なんか、結構1階が最終地点になることが増えた気がする。なんか、あれかな？ただの気のせいかわかんないんですけど、最終地点がね、ここになる確率がすっごい増えた。体感ですよ。上かもしれないけど、前までね、ほとんど上だった気がするんですよ。前まで、もうほとんど上の、バスケットゴールとかある広い広場あるじゃないですか。それの下のロッカーとかがある場所。その下側の、それわかりますかね。ちょっと説明しに行きましょうか。ちょっとこれだけ撮ったらちょっと説明しに行きましょうか。そこだったんですけど、なんか最近ね、ここが最終地点になることが増えた。僕の体感ですよ。で、前までは、ここ。ちょっと待って。危ねえ。ごめん、ここバスケットゴールじゃなかったわ。恥ずかしい。でもやっぱりあれだね、2階が、なんか毒切りになることが増えた気がする。前までなんかそんなことなかった気がするんですけどね。てか、今青に止まってなかった。気のせいかな？いや、違うな。動いてるな。とりあえずちょっと1階行きましょうか。まだこれガスマスク取ってないんで、よいしょ。別に、毒切りに踏んでも何にも問題ござらん。これ来る。大丈夫か。ローラースケート！オーノ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 ーカボオーニーちょ、待って。こっちか。まあ、一応毒切りさえ来なければ一番強いポジションってここだと、この机の部分なんですけど、この机の部分は結構毒切り来たりするからなぁ。でもちょっとここにいましょうか。ここ今ボットしかいなさそうなんで、ちょっとここに行って、で、ガスマスクを取れたら取りたいなという形で。なんとか青逃げはしたいよね。青逃げはしたいよねっていうか、一桁は、まあ取りたい。一桁は少なくとも取らないといけないと思ってるけど、毒切り来たな、やっぱり。いや、で、まだいける。まだ多分もう一回ぐらいいける。来たね。来たか。大丈夫。これはローラースケートあるから。瞬間移動さえしてこなければ問題ない。大丈夫だね。オッケー。でもこれ毒切り絶対来る。生存が一気に10人まで減ってきた。大丈夫。一回取れる。ダメ！そういうのダメ。待て。こういう瞬間移動はよろしくない。オッケー。向こう行ってくれ。よーし、いいぞ。素晴らしいぞ。ガスマスティン。まだか、てか意外と、毒切り来たか。来たよな。もしかして最終地点ここか？
あ、ありえるかもこれ。こっちもしかして毒で侵されてる？ありえるな。ん？何してんだあれ。あの青鬼ちゃんたち、あ、来たな。こっち来るぞ。こっち来るぞ。ファンがこっち来るぞ。やばい。いける？お、ここで、ガスマスク。ノーローラスケイト！まあいい、オッケーオッケー。まあ、いいでしょう。こうなったらもうガスマスクなしでいく。待って、あそこか。あそこで、なるほど。オッケーオッケー。覚えとこう。あそこにいるね、二人ね。オッケー。ここの、多分、ロッカー勝負だな。あのミカ、大丈夫。で、ここで一旦もうちょっとぐるぐるしよう。で、あのミカさんがロッカーに隠れてるでしょ？だから、ほっ！ごめんな！すまない！残り二人になったら仕方なきことなのだ。で、こういうことがあるからあんまロッカー入りたくないですよね。その、最後の方になってくると。うん。むしろ、なんだろう、その、ロッカー入らない方が強いと思う。この状況はね。やったぜ。オッケー。3回、あ、3連続です。ありがとうございます。それでは参りましょう。よろしくお願いいたします。さて、マスターランクはいない。マスターは今いなかったよね。僕の見間違いだったらごめんなさい。マスターはいないと思う。で、ちなみにトライアングさん、最近ちょっと青銭集めてますねって。そうなんですよ。ちょっとね、ハロウィンイベントが11月1日まで、残り2日なんですよね。だからちょっと、申し訳ないんですけど、新多分スキンが出てくると思うんです。あのハロウィンイベントが終わったら。そこでちょっと、新ガチャってか10連のためにね。はい。申し訳ないんですけど。だから、SS ランクになれれば、青銭2000枚だったかな？もらえるんで、だから4000枚貯めとけば、20連引けるわけですよ。で、課金で3万ぐらい課金するんで、そしたら、新スキンやっぱり皆さん見たいじゃないですか。そのために僕はちょっと貯めておきます。もうゴーストは諦めました。はい。まあ、ゴーストもね、言うたら、なんだろう、確率アップとかじゃなくて、その、過去の動画とかにも、ガチャに出てくるんで、その、なんだろうな、その、新イベントが出てきて、新スキンが発表されたとしても、やっぱりその、もちろん提供割合はどんどん減ってく、確率減ってくんですけど、その、ゴーストは後から出るんでね。でもなんかもう正直なんかカボーニとかさ、もう出ないようになってほしいな。なんかもう、なんか、新スキンガチャだから、で、イベントのみ、ね、そのキャラクターが出てくるみたいな仕様にしてくれたらもっと、なんか、カボーニの、カボチャ、青鬼を出す、なんだろう。よいしょ。おお、危なかった、今になる、そのね、その原動力というか、ちょっとランクさん何言ってるか分かんないですって、ごめんなさい、ちょっとパーンエックになってるんだよね。ちょっとごめんなさいね。ちょっと ガスマスク欲しいんだけど。ガスマスクも無理だな。ここでゲットするのは不可能だから、ちょっと戻るか。で、今回ここに毒切り来てるってことは、今回は2回か。多分。あ、しまった。くそ。おっと、ごめんなさい。止まってる。大丈夫。オッケー、セーフ。まだ行く。あ、やっぱ今回こっちか。なるほど。じゃあちょっと上行きましょうか。すーごいバグってんね、音が。とりあえずガスマスティングをゲットして、のん。どっち行こう。うわー、どんどん来るな。まあまあ、でも、ここのね、あ、ちょっと待って、こんにちは。どうもです。すっごい飛ぶ。来るか。来たなぁ。ん、あ、いける。これ取れるな。取れそう。いける。取れる。ガスマスティング！オッケー。ちょっと待って、これ瞬間移動して、瞬間、ちょっと待って、これすっげー飛ぶ。飛ぶ。待って。どうする？どっち来る？やばい、飛ぶぞ！これ飛ぶぞ！これ飛んでくる！うわぁ、ちょっと待って！うわぁ、やべ。ちょっと、落ち着け。集中して。大丈夫。まだいける。これは、この瞬、飛び方は怖いな。よし、オッケー。です。あとは飛ばなければいける。飛ぶことをやめろ。お前ら飛ぶことをやめるんだ。いいな。あ、だから飛ぶのやめ、もう、これ難しすぎー。はい、ということで、今回は、残り12人なのに、青逃げできてしまうという、恐ろしいバグだよね、これ、結構。もし、なんか僕もそうなったよっていう方いましたら、コメント欄に書いていただけたらというかね、どれぐらいいるかちょっと気になるので、よかったら、コメント欄にお書きください。あと、なんかこんなバグあったよとかありましたら、Twitter の方でトライアングルって調べたら多分出てくると思いますので、よかったら、皆さん、フォローよろしくお願いします。ということで、高評価、チャンネル登録もよろしくね。なんか、トライアングルさん求めすぎじゃないですかって。ごめんなさい。はい。ということで、じゃあお疲れ様です。
バイバイ。